なかなか足痩せしない、お腹も気になる、反り腰も治らん、そういった方の多くは上半身に原因があるんです。なぜかというと、体幹部は上半身にあり、ここが低下してしまうと骨盤が前後左右に歪んでしまいます。その結果股関節が内旋したり反り腰になる原因となります。今回は上半身をしっかり動かすことで足痩せするメニューになってます。最後にとっておきな2種目、バッチリ体幹が鍛えれるメニューも含めてますので、一緒にやっていきましょう。まずはうつ伏せから上体反らしです。しっかり斜め上に体を引っ張る感じでストレッチしましょう。足は軽く開きます。できるだけ見ながらやってください。しっかり体の前と後ろのバランスが取れると下半身も変わってきます。今度は横向きで肘をついて、これでキープです。これでしっかりね、横の体幹部をストレッチしてます。楽にしましょう。肩の下に肘ですね。もし肩だるいよって方は手をしっかり床についてみてください。そんなにきつくないメニューになってますんで、頑張れると思います。 OK、 次は反対です。よいしょ。できるだけ体をまっすぐにしてください。立ってる時ってね、骨盤が前後に動いてしまうんですが、横になっている時ってできるだけまっすぐが作れますよね。こういった感覚をまず体に身につけるのが大事です。しっかりお腹を引っ込めるとね、下のウエストが伸びる感じあると思います。 OK です。今度は上向きます。片足だけしっかり抱えていきましょう。この時できれば反対の足が曲がらないようにピタッとつけましょう。できればつま先も上げといてください。膝の位置はね、外側よりはしっかりまっすぐね抱えた方がいいです。ちょっと内側でもいいぐらいです。も一緒です。しっかり抱えて、ちょっと斜め前、真ん中ぐらいにね足を持ってきて、足がね伸びると思います。しっかり体をねバランスよくね伸ばして使ってってやるとね、体のラインが良くなります。今度このまま体を横に持ってきてキープ。手でね、かかと触っとくぐらいの感じです。これでね、腰の左右の筋肉が伸ばされています。腰方形筋っていう筋肉なんですが、ここ硬くなると体のね左右のバランスが悪くなるんで、足の長さ違うよって方とかね、腰痛いよって方はね、こういう運動が大事です。肩ほぐれ、肩触る。はい、次は反対です。もしちょっと意識できる場合は、腰を床につける感じでね、ぐっと骨盤をちょっと起こす感じでやってみてください。難しかったらいいです。筋肉のバランス整えましょう。
今度はちょっとだけ体を起こしてね、止まっておきましょう。辛い人は頭持って、肩甲骨がねちょっと浮いてればいいです。あんまり無理に起きなくていいです。ちょっと肩が浮くぐらい、これがいいキープです。あんまりね強くお腹締めると辛くなるので、ちょっとお腹力入れてればいいです。お尻を上げて、足肩幅、おへそからね揉んでいきましょう。やっぱり内臓の位置が下がってしまうとお腹がポコンと出た姿勢になるんで足痩せしにくくなります。ちょっとね押すとね痛いよって人はねちょっと便秘気味だったりするんで、しっかりね、揉んで動きをね、よくしましょう。 OK、 今度はこのままね、お尻を上下揉みながらでもいいです。難しかったらね、低下ついて、お尻の上げ下げっていうよりは骨盤を動かしてるイメージ、キュッと骨盤をね、もし難しかったらねもうこれでいいです。意識できる人はキュッと骨盤を起こす。 OK、 今度は足を組んでこのままね手で膝を押さえましょう。ぐーっと押さえましょう。お尻の筋肉硬くなると腰の筋肉も硬くなるので体のラインがね良くなりにくいです。しっかり伸ばしましょう。今度は反対です。足組んで押さえます。もしね伸びにくいよって人はねこういう感じでもいいです。反対で持ってから押さえる、組むだけで伸びる人はもうこれでいいです。整えていきましょう。 OK、 はい、また反対足組みます。今度はねこういう感じ、ちょっと足を動かしましょう。ちょっと動いていればいいんで無理にねグッと抱えなくてもいいです。これぐらい動いていれば十分伸びてます。リラックスしていきましょう。 OK、 それでは反対です。ペースはねゆっくりでいいです。しっかり伸ばして、ちょっと腰を丸めるようなイメージです。OK、 今度は足を M 字にして内もも床つける感じ。反対の足はねこっちが動かないように、こういう感じ、
片方は固定させて、しっかりこれでね腰の筋肉がね伸びてます。OK。 じゃあ今度はうつ伏せです。肘ついたまま体を上に引っ張る、しっかり胸張る感じです。あー伸びる。しっかりね脇腹の方が伸びてればバッチリです。よっしゃ、今度はねこのまま後ろを向いてキープ。後ろを向くことで右の腰が伸ばされます。しっかり後ろ向いて、こういう伸ばす場合はね大体15秒以上伸ばしていくと筋肉が伸びていきます。OK。 反対です。後ろを向く、肩に顎を乗せる感じ。結構ストレッチってね前後は伸ばすと思うんですけど、あんまり横って伸ばしませんよね。しっかり横伸ばすとね体のラインが良くなります。右の腰、左の腰伸ばしましょう。オッケー。じゃあ今度はね寝たままで体を揺らします。筋力運動です。体をブラブラ動かします。これでね全身の筋肉が緩みます。楽に入れてください。オッケー。はい、今度は仰向けです。仰向けで同じように筋力運動、体をブラブラ動かします。横っていうよりはねこういう感じに動いてます。足を力抜いてください。オッケー。はーい、もう一回うつ伏せです。今度はつま先を開いて手のひらが上、あ、逆、下、手のひら下でつま先を開く。ちょっとこの体勢難しいと思うんですけど頑張って、できればちょっとね胸張る感じで。たまにこうやって肩甲骨をして、はい、今度肘ついて片足横持っていきましょう。これで後ろ向き、これでしっかりね脇腹が伸びますんで。腰が痛い人とかはねこのストレッチが大事です。
ケー、今度は反対です。真横に持ってくる。これで後ろ向き。反り腰とか骨盤の歪みっていうのは体の横の動きがね、硬くなると骨盤が歪みます。前後だけじゃなくて左右に歪むんでね、しっかりね、4方向に伸ばすことが大事です。OK、 今度は両足、難しかったらこんな感じでもいいです。お尻できるだけ前出して、ピタッと開く人はね、もうこういう感じ、硬いよっていう人はね、これでもいいです。じゃあつま先はね、開いてお尻を前出して、これでキープ。そしたら今度はこのままね、足を曲げます。こういう感じでお尻にタッチ。さあ、じゃあ上向いていきましょう。だいぶ終盤、体幹部鍛えますよ。体を起こしてね、左右かかとタッチ、ゆっくりでいいです。体幹部をね、最後は鍛えていきましょう。OK、 今度はあぐら足です。あぐら足のまま体を起こす。辛い人はすね持って、きつい人はすね持って起きる。足を引き寄せる感じで、できる人は普通で起きる。辛くなったら足持ってもいいです。OK、 反対です。同じように置きます。頭疲れたらね、持ってていいです。マイペースでいいですよ。持っててもいいです。OK、 今度はお尻を上げて体を起こす。これで足を少し動かしていきましょう。お尻はね、少し浮いてます。背中、腰を支点にお尻上げたまま、最後はね、体を起こしてキープ。ラストです。頑張って。辛くなったらね、もも持っていいですよ。こういう感じで、で
っきりした手を伸ばして、ラスト、あとちょっとです、頑張って、いい感じ、いい感じ、あと少し、よーし、オッケー。